こんにちは、平田チャンネルです。こんにちは。今回もスティガー、はい、最近スティガーが続きますね。そうですね。で、そうで、ラージボール最近ね、やっといろんなメーカーがラージボールのラバーに力を入れ始めた。ラージをやってる僕らからしたらめちゃくちゃありがたい。今までなかなか選択肢が少なくて、まあ正直数年前まではまあ、ヨーラか日卓かで、まあ、あとはちょこっと TSP とかが出してたけど、基本的になんか選ぶ種類が少なかったよね。そうですね、まあ、3、4種類ぐらい。そうそうそう。でそんな中、ティバーのリンフォート、はい、ワッタ監修リンフォートがちょうど入荷した中で、まあ、リンフォートもちょっと試打はしたいなと思うねんけども、そうですね、今日はスティガー、はい、スティガーのラージラバー。結構スティガーのラージラバーって知らん人も多いかもしれない。スティガーのラージ、塩野選手、はい、カットマンので、塩野選手が今年からラージボールデビューするという、あの今月末にある、まあ、僕らが出る全国ラージ、はい、あれになんと塩野選手が出ますほんまにいや、勝ちに行きますよ、もちろんそれ当たったらね。ただまあ組み合わせが発表されたんやけども、当たるとしても準決勝や。そう俺は当たるとしても決勝戦でしか当たらへん。まず予選勝ちましょう。そう、予選リーグまず勝たないか、まあ、スティガーはラージボール用のラバーは1種類しか出してないです。マグニファイ LB、 めっちゃ強そうや定価はそんなに高くない、5280円、税込み定価、まあ、他のメーカーとあんま変わらない、一緒ぐらい。ラバー自体は若干固めの打球感で、しっかり打った時の威力が抜群です。また回転もかけやすいラバーです、というふうに塩野選手がコメントしてます。これが実際のマグニファイ LB、はい、今貼ってあるラケットがちょうど2種類、ちょっとスティガーのラケットに貼ってるんだけども、粒はちょっと固めっぽい、だいぶ硬いです、うん、スポンジもめっちゃ硬い、うん、あのスポンジが硬い、シールが硬い。この硬さの粒って言ったら、もう今なくなったけど TSP のスピンマジック、そうそうそう、スピンマジックとか、あれめっちゃ好きやったけどな。どっちかというと日卓のラバーとかはめっちゃ柔らかいな、ぐにゃっといく。ほんまやな、硬いな。こんなに硬いと多分引っかかんねやろな、はい、やし、ちょっと公式の感覚でいけるかもしれないですね、これ、うん、まあとりあえずちょっとほんまにこれまだ1回も打ったことないし、はい、1回ちょっと試しに打ってみたいと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、マグニファイ、名前がこのマグニファイ LB って何の略なんですか。レーザービーム、ラージボールでしょ間違いないレーザービームお願いしますつつき、はい、
かるな。おう、ちゃんとちゃんと引っかかるわ。え、いいラバーやん。普通にいい。はい、え、全然いい。あ、普通に引っかかるで。それプラス飛ぶがあるから、そうめっちゃ楽で、アレグロにはない引っかかりがある。そういいよ。でも飛びアレグロとは変わらんと思う。はい、いいわ。引っかかる引っかかる。そうだね、落ちないですね。いいわ。これこういうのか。あ、いいよ。公式の感覚でいけるな。めっちゃ公式じゃないですか。おお、かかんな。いや、俺これにしようかな。マジで。それバックめっちゃいいですね。バックめっちゃいい。めっちゃ引っかかる。全然しっかり、はい、そうそうそう、こういう薄い時に全く滑らん、はい、滑らないですね。でかといってこうミートミートしたらめっちゃ走るな。ほら L2 の感覚でもうちょっと飛んでくれる。そうですね、このバックがいい。 L2 よりは全然飛んでる。バック向きですね。だから思ったより引っかかんない。誰でも合いそうなラケットですけどね。まああれ確かにラージいけそうな気するな。ということで、マグニファイレーザービーム違う。マグニファイのラージボール、いや結構衝撃の最高にいいラバーでした。ということで以上、スティガーのラージラバーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。